続いて通告6番1番宇田川美恵さんの一般質問を行います。1番宇田川美恵さん。通告通り一般質問をさせていただきます。今年の4月より富士川町では2万児の保育料が無償となりました。また令和5年4月1日に子ども基本法が施行されました。子どもの最善の利益を第一に子ども施策を強力に進めていくことが書かれております。一方保育場の機能も保育にかける子どもを預かるだけでなく子どもの教育機能保護者の方の子育てを支援する機能、また地域に開かれた子育て支援の場であることが求められております。その中で情報をしっかり取り入れ、子どものためにより良い教育施設を探すことができるご家庭がある一方で、さまざまな支援から取り残されやすい家庭もあります。幼児教育の経済学の研究で有名なノーベル経済学賞を受賞したヘックマンの研究では、支援が必要な家庭の子どもへの幼児期の教育が40年後に犯罪率の低下、所得の増加など、後々の人生において高い効果を得たことも実証されています。子どもが生まれた家庭の状況によらず、質の高い教育を受け育つことは、子どもの権利条約、子ども基本法でもうたわれているところであります。このように非常に大切な幼児教育の教育を担う未満児の保育について質問させていただきます。まず、括弧1の質問です。現在、3歳未満児の富士川町の保育所の定員ですが、現在の時点ですでに定員に達する状況と聞いております。緊急で支援が必要な家庭の入所の希望があった場合、どのように対応するのかお伺いいたします。子育て支援課長、大久保公雄君。ただいまのご質問にお答えいたします。昨年度は年度途中での職場復帰等に伴う入所希望によりまして、3歳未満児は定員を上回った時期もございました。こうした中、今年度は保育所の再編により3園としたことから、職員の重点配置によって、3歳未満児の定員の拡大を行ったところでございます。緊急に保育が必要となった場合には、家庭の状況に合わせた保育が提供できますよう、各保育所と連携し、受け入れできる体制を整えております。以上であります。議長、宇田川美恵さん。はい、再質問です。先ほどの課長の答弁で、各保育所と連携し、受け入れる体制をということでしたが、こちらはまあ具体的にどのような対応をするのでしょうか、お伺いいたします。子育て支援課長、大久保公雄君。ただいまのご質問にお答えいたします。緊急に保育が必要となった場合には、子育て支援課を窓口として、各保育所の空き状況や受け入れ体制の状況の確認を行いまして、配置できる職員の調整を行って、園児を受け入れられるよう行ってまいります。以上であります。議長、田川美恵さん。はい、再質問です。支援が必要なご家庭では、保育所など幼児教育施設にお子さんが通うと、お子さんに良い影響があるだけでなく、お母さんの幸福度も上がるという研究結果も出ております。
で、そういうお子さんにこそ積極的に保育所を利用していただきたいと思いますけれども、他市町村からもしくは他県から富士川町に転入する方もいらっしゃいますし、保健師さんが把握してくださっていることは重々理解をしているのですけれども、ホームページで保育所の空き状況を公表することはできないでしょうか。子育て支援課長大久保君雄君。各保育所の空き状況につきましては、利用者の決定の事態、決定者の事態やまた各保育所の受け入れの体制の状況によりまして変動しておりますので、電話や窓口でのお問い合わせをいただいて対応しております。また保育所の職員の配置は年度当初から園児が希望する園に入所ができるよう配慮をして行っておりますので、年度途中の入所につきましても電話や窓口にてお問い合わせをいただき対応させていただきたいと考えております。なお、ホームページ上でも、子育て支援課や、各保育所にお問い合わせがいただけるよう、ご案内をしてまいりたいと考えております。以上であります。議長、宇田川美恵さん。はい、若い方の中ではやっぱ電話がしづらい方もいらっしゃいますし、なかなかこう直接問い合わせるのが難しいという方がやっぱり支援が必要なご家庭にはたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひお気軽に問い合わせてほしいというようなメッセージをなるべくたくさんのところで送り届けていただきたいと思います。で、あともう1点再質問なんですけれども、現在無償化で、幼児教育の施設が非常に複雑になっておりまして、でまた申し込み書も非常に複雑 で住所や家族構成などもこう何度も書いたりしなければいけなかったり、あと必要な書類が人によって違っていたり、私でも非常に分かりづらい状況となっております。また今でも手書きになっておりまして、そのような書類を簡素化できないでしょうか、お伺いいたします。子育て支援課長大久保君雄君。現在手書きのみの仕様となっている申し込み書類につきましては、ホームページ上に文字が入力できる形式を合わせて掲載したいと考えております。また書類が分かりづらい、煩雑であるというご指摘をいただいておるところですが、引き続き、申請される方につきましては、個別に対応してまいりますので、ぜひ窓口へお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。以上であります。議長、宇田川美恵さん。はい、ぜひともですね、支援が必要なご家庭に届くように引き続き配慮をお願いしたいと思います。括弧2の質問に移らせていただきます。3歳未満児の保育需要が、ますますと高まっていくと思いますけれども、定員を増やすための来年度以降の町の対応についてお伺いいたします。子育て支援課長大久保君雄君。ただいまの質問にお答えいたします。子育て中の家庭が保育所に求める役割としては、希望した時期に保育所に入所することができ、子どものより良い成長と安心して保護者が働ける環境づくりではないかと考えております。近年の傾向として、保育所に入所している1、2歳児の児童数およびその割合は増加をしております。こうしたことから、各保育所では年齢ごとの定員の見直しや保育士の適正配置に努め、3歳未満児の保育ニーズに対応できるよう実施してまいりました。今後も保育ニーズの変化を踏まえ、量的な充足を引き続き図り、保育環境の充実に取り組んでまいります。議長、宇田川美恵さん。はい、課長の答弁にもありましたように、
必要な家庭に、そして必要なお子さんに質の高い保育が常に提供できるということが非常に大切になってくるかと思います。で、課長の答弁にもありましたように、量ももちろん大切ですけれども、質を高めていくということが求められていくと思います。で、また保育士不足なんですけれども、こちら全国的に問題となっておりまして、資格はあるけれども保育士として勤務をしない潜在保育士の方が多いことも明らかになっております。で、例えばですね、0歳児さんですと3人につき保育士1人という基準があるのですけれども、0歳児さん月齢が違うだけで非常にお子さんたちの発達も違うという中で、毎日重い責任の中で1人を3人で見ているっていう非常に大変な職業です。で、その他障害のあるお子さんがいらっしゃれば加配をつけるということも必要になってきますし、保育士の先生が、藤川町で長く働いてもらえるように町として何か対策を考えているのかお伺いいたします。あ、再質問です。子育て支援課長、大久保公雄君。現在、町で働いてくださっている、保育士の皆さんの雇用条件につきましては、対策は厳しいところはございますけれども、雇用環境につきましては、今後も働き続けていただけるよう、保育園を預かる所長をはじめ、より良い環境、それからより良い職場づくりに努めておるところでございます。以上であります。はい、議長。宇田川美恵さん。はい、来ていただいた先生がですね、子どもたちのためにより良い保育をしていただけるように研修ですとか、あと職場の改善ということはもちろんなんですけれども、執行部の方でぜひしていただきたいなと思うことが、やっぱりお給料ですね。で、特に未満児のお子さんを預かるということは、体調不良などを実際に口で訴えることができないお子さんを預かっておりますので、非常に責任が重いです。で、ここのところ会計年度任用職員さんのお給料では、非常に大変ではないかと私も考えますので、ぜひお給料の面は改善していただくようにお願いしたいと思います。ではカッコさんの質問に移らせていただきます。未満児さんの保育需要の増加に伴い、保育所の保護者支援の役割がさらに求められると思いますが、町の対策についてお伺いいたします。子育て支援課長、大久保公雄君。ただいまのご質問にお答えいたします。働きながら子育てをしている家庭は年々増加をしておりまして、それに伴い3歳未満児の保育需要は高まっております。女性の社会進出や核家族化により、子育ての悩みを一人で相談できずに抱え込んでしまう保護者も多いことと推察されます。こうした中、町立保育所では子育て家庭の対象に月1回の子育て相談日を設け、各保育所の所長が保護者から子育てに関することや母親自身の悩みについて相談を受け付けをしております。また送迎時の保護者との対話や連絡帳での日々の子どもの様子の伝達のほか、担任保育士との面談を行うお話月間を保護者の都合において開催し、保護者の相談や悩みにも対応しております。これからもこうした事業を継続しながら、家庭と保育所とで情報を共有し、共に子育てをしていき、子どもの成長並びに発達を見守ってまいりたいと考えております。以上であります。はい、議長。宇田川美恵さん。はい、よく知っている先生方と相談ができるというのは非常に貴重なことだと思いますので、ぜひ続けていただきたいと思いますけれども、保育士の先生のやっぱり負担がさらに増えるのではないかと懸念しております。で、再質問になりますけれども、子育て支援センターと共同して、一時預かり事業、
私はこの事業は保護者の方のレスパイトとして非常に大切な機能だと考えているのですけれども、こちらは支援センターにお願いする、もしくはファミリーサポートの活用をもう少し PR をして増やしていくことなどをして、保育士の先生方、保育所の負担の軽減をすることはできないでしょうか。子育て支援課長、大久保公雄君。子育て支援センターでは、ファミリーサポート事業において、研修を受講したいわゆる任せて会員さんが、事情によって保育を担っていただきます。また、保育所では保育士が一時預かりを実施いたします。どちらを利用するかは保護者の方に選択をしていただいているところでございます。ファミリーサポート事業はかつて近所の皆さんに子どもさんを預かっていただくような制度であると考えておりますので、地域に、ごめんなさい、子育てに地域の協力をしていただいているものと考えております。以上であります。はい、議長。宇田川美恵さん。はい、先ほど地域の子育て力というお話が課長の答弁にも出ました。で、相談業務と、あともう一つ一時預かり事業ということで、支援業務について今お話しいただいたんですけれども、もう一つですね、地域の保育所に、気軽に遊びに行ける保育所開放としての子育て支援機能についてちょっと再質問をさせていただきます。地域に開かれた保育所として保育所開放というのはとても大切なことだと考えますけれども、保育所の開放ですとか、あと私立保育園たんぽぽさんで行っているような保育所体験、子育て支援を町の保育所で行う予定はありますでしょうか。子育て支援課長、大久保公雄君。ただいまのご質問にお答えいたします。今後はコロナ禍前のように、先ほど議員さんのお話がありました通り、保育所での児童センターの子育て教室の開催や保育所開放など参加者の皆様に保育所を知っていただく機会を作ってまいりたいと思いますし、児童センターを利用している親子や地域の保護者の方にもご参加いただけるよう周知してまいる予定でございます。以上であります。議長。宇田川美恵さん。はい、これから再開していただけるということでして、いずれにしても児童センターの方と連携を取りながら、ぜひ、保護者の方の支援と地域に開かれた保育所の充実を図っていただきたいと思います。では括弧4の質問に移らせていただきます。保育所を利用することの大切さを先ほどから、質問させていただいているのですけれども、家庭でお子さんと一緒の時間を多く過ごしたいと考える保護者の方も多くいらっしゃいます。でなかなか所得が上がらない、物価が高騰している現代社会で、お子さんと一緒に過ごすということが経済的に厳しくなっているのも事実であります。でそのような家庭の支援として、家庭で子育て応援金などの制度を取り入れるお考えはありますでしょうか。町長、望月俊樹君。ただいまの質問にお答えいたします。共働き世帯が増えている現代では、子育てをする世帯にとって希望する保育所にすぐ入所できる環境を整えることが重要であると考えています。そのため今年度は保育所の再編に伴い、保育所を重点配置して3歳児未満児の定員を拡大するとともに、保育料の無償化を実施したところであります。このことを踏まえまして、子育て世帯全体の支援を幅広く考える中で、子どもを保育所等に預けず、家庭で子育てをする世帯への経済的支援についても、今後、検討していきたいというふうに考えております。一方、子どもを預けている方々が公的支援を受けている中で、頑張って自分で育てている方々、これを比べたときに、公的支援がこちらがないということはですね、これ、不公平なのかなというふうなことを、
私個人的にも考えたところでございますので、その不公平感をなくすためにやっぱり頑張って家で子育てしている方々に対しても同じような子育て支援策という部分、まあ、次のステップとして検討していければなというふうに考えているところでございます。以上でございます。以上。宇田川美恵さん。はい、先ほど町長に答弁をいただきました。で私も少しちょっと全国の事例を調べましたところ、富山県の氷見市では1歳から3歳の保育所に通わないお子さんに月額2万円を支給しております。でこちらの年額で24万円で、未満児さん の保育園に通ったお子さんよりは少し少ない金額になるのかなと思います。で、氷見市ではこちら市の単独事業ということで行っております。あともう1件ですね、富山県の朝日町ではこちら過疎債を使っておりまして、6万円月額6万円の支給をしております。で、このように家庭で、小さい時にお子さんと過ごす時間を多く持ちたいというその気持ちを支えるということももちろんなんですけれども、この事業を、取り入れた背景に、保育所の無償化に伴い、保育所に利用が集中することを防ぐ効果も考えたということです。で、富山県氷見市では第2子以降保育料無償を取り入れるときにこの家庭で子育て応援金を一緒に取り入れて、保育所への集中を防いだということもお話しいただきました。で、保育所は本当に必要な家庭で、なかなかお子さんの教育を難しいそのようなご家庭にぜひ枠を、ね、開けておいていただきたいと私は考えますので、そのような必要なお子さんに保育所の支援が行くためにもぜひこのような制度も検討していただければと思います。以上をもちまして私の一般質問を終わらせていただきます。以上で通告6番1番宇田川美恵さんの一般質問を終わります。